Hey guys, it's Kay from Asian Boss. Your perception about marijuana or weed could be very different depending on which country you're from. Japan, along with many other Asian countries, have some of the strictest drug laws in the world. So we thought it'd be interesting to find out why this is and how Japanese people perceive marijuana. Let's take a look. 今日は、はい、ある写真を見せるんで、はい、それがまず何なのか教えてください。はい、いきますよ。はい。はい。これは何ですか？何に見えますか？シソに見えます。シソですか？はい。本当にシソですか？何だと思いますか？これはモミジに見えた。モミジですか？でもちゃう気がする。ヤバそうな葉っぱに見えた。マリファナ。あ、合ってます。正解です。アメリカだったら例えばウィードって言ったり、ガンジャ。まあ、マリファナって、どうやって使用すると思いますか？なんか粉にしていぶして風みたいなイメージなんですけど、はい、乾燥させて炙るみたいなイメージ、なるほど。こう煙を吸うみたいなイメージはあります。吸うタバコみたいにするやつですか？吸う以外はありますか？おこたく、クッキーにしたりとか。おやつで食べるの？クッキーにしたりして食べたりするんですね。要はその火に炙ることで同じ効果が出るんで、別に食べても大丈夫なんですよ。なるほどね。じゃあマリファナってあの葉っぱを吸うと思ってますか？それをなんか粉にしてる。あれ実は葉っぱじゃなくて花なんですよ。あの花を乾かして乾燥させて、それがマリファナなんですよ。だから葉っぱを吸ってもあんまり効果はない。マリファナを、まあ、その吸ってみたとしたら、どういう症状が起きると思いますか？なんか気持ちよくなったり、眠くなったり。麻酔の効果があるんじゃないですか？川に飛び込む。お酒とは違うでしょうけど、まあ、ある程度こう、まあ、酔った時に気持ちよくなってるのに近いような、それのもう少し快感が強いようなイメージですけど、なんか楽しい気持ちになるとか、錯覚とか幻聴とかが結構聞こえたりしてしまうイメージが強いです。友人から聞いたのは、なんか気持ちいい感じ、なんか何もかもどうでもいいやみたいな。とりあえずなんかクレイジーになってみようみたいな。なんか笑顔が増えて、なんか違う自分がなんかこう出てくる感じになるらしいです。これ全部友人をたどっての情報ですか？はい、私はないです、友人です。日本の社会って、まあ、マリファナについてどう思ってますかね？身近にないから、なんかもうテレビの世界のイメージしかない。公共の場で話すことも結構タブーというか、多分薬に関しては法律上ダメだから、やっぱりあの違法だから、やっちゃいけない、手を出しちゃいけないみたいな、覚醒剤とか大麻とか多分同様に扱われてる感があるかなって思います。なんかそういう薬物っていうイメージが小さい時から教育されるから、マリファナとかコカインとか、まあ、ドラッグ全般っていうのが体に良くない、ですごいなんか人生をダメにするっていう。日本人の理解としては、あの吸ってはいけないもの、ただし一方でそのマリファナの、あの効果とかを知る人たちは、タバコよりもマリファナは健全というか健康に関しては害さないっていう理解が、まあ一部の人たちではあったりして、やっぱり法律上ダメなので。アメリカの半数の州がその医療目的としてマリファナを使用してて、で、あのそのうち、まあ、アメリカの州の中で4つの州は娯楽目的で、使用が、まあ、合法化されてるんですけど、なんで娯楽として使用が OK だと思いますか？精神的にちょっと病んでる方が多いから。お金のため？そんな危険じゃないから。まあいいとかいう報告も逆にあるからやと。マリファナってタバコと同じように、まあ、そこまで危険性がないものって判断しているのと、警察自体がその取り締まりをしたり、プラス、あの、まあ、マリファナによって刑務所に
入れるっていうこと自体が税金がものすごいかかるっていうのがあるんですよ、はい、でまあ膨大な費用をかけて規制してもその状況自体変わらなかったんで、はい、だから税金の無駄遣いって思ってる州がそうやって合法化してるっていうことなんですね、はい、まあ、逆にフィリピンのような国ではマリファナを使用したり売人だったら、まあ、すごい刑罰が重いと、場合によってはその死刑にされたりとか、それについてはどう思いますか。死刑なりその、まあ、法律なりを設定するのはその国が、まあ、主導となってやってるので、うん、麻薬で何か事件が起きたらそれは社会的な問題ですけど、うん、まあ、それでもやっぱり人の命っていうのがそれに変えられるものなのかどうかっていうところの議論が多分大きくなると思うんで、うん、ちょっとあれは日本人の感覚からすると行き過ぎてるかなっていうふうに思います。なんかね、医療的なんでも使ってるって言ってたから、なんかそれやのにちょっと重い気はする。もっと違う方法がないのかなって思いますね。で刑務所ね、すごいものすごいいっぱいで溢れてるみたいだし、いかがですか。射殺はないよなとは思うけど、うん、アメリカは多分その刑罰を与えるっていうよりかはもう回復治療する方が多分結構進んでると思うんだよ。まあ理想的に言ったらそっちの方がいいかなとは思いますけど。日本ってそのマリファナを合法化するべきだと思いますか。あの興味があって、それはなんかある女優さんがその大麻を研究するためにとかって、あの石垣島の方に移住されたりとかで、彼女がなんかテレビで医療用とかでも使われてるとか合法なところもあるって話を聞いたことがあるんで、その大丈夫な部分っていうか、そういうのは知りたいなとは思います。僕も、まあ、必要があるとしたら、確かちょっと前にニュースになった医療用でなんか目標をやらげるために使うっていう人がニュースになってましたけど、まあ、そういう目的がはっきりしていて、まあ、それが拡散することもあまりないんであればいいのかなと思うんですけど、別に普通の一般市民のが生活する上では必要のないものかなというふうに思います。アメリカの人とかは適度な適切な量とか分かってるかもしれないんですけど、いきなりこう日本でいいよって言われても乱用してしまう人とかいたりしたら、やっぱりそれが危ないんじゃないかなというふうに思います。大麻にしろ、まあ、タバコにしろ、もちろん体に害を、タバコとかも体に害を与えるものっていうのは医学的にももう誰でも知ってることじゃないですか。そのなんか人の意識を朦朧とさせるものとか中毒性のあるものに関しては人間は摂取してはいけないっていうふうに僕は思います。